今日は2014年の1月17日ですね。朝日新聞の一面には、アルツハイマー病の治療法を確立する国家プロジェクトの臨床研究データが改ざんされた、それの告発が内部から受けたんだけども、厚生労働省がそれを調査しようとしないで、放置していた。けしからん話ですよね。どういうことかというと、結局企業側がズルをして、自分らに都合のいい薬を作ってるわけなんですけども、効かないのに効くというふうにするような、そういうずるいことをやっている。それを告発されても握りつぶしてしまう。この告発の内容というのは、改ざんが数十例あるということで、メールで、その事実を伝えて、その指示通りに書き換えられた検査記録の写しとかいうのが添付されていたにもかかわらず、それを握りつぶそうとしてしまったということです。結局どういうことかというと、お役人と企業がつるんでしまっている。お役人は常に国民の利益のためにこういうズルをやっちゃいけないというふうに見張ってるんじゃなくて、多少ズルがあったっていいやってことで、企業側、医者側の味方をしてしまう。なぜそうするかというと、結局はその企業から利益供与を受けるわけですよ。その時に何らか金をもらったり接待されたりするというのもあるし、最も大きいのが天下りですよね。将来自分がそこに雇ってもらえる、高い給料で雇ってもらえる役人というのは、そういうおいしい将来というのが、企業と仲良くしておけば、来る。こういうことがね、この医療に関して起こるというのは非常にけしからん話なんですけども、もう昔からこれ続いている話ですよね。薬を使って作っている医療側の利益を優先して、国民の利益をないがしろにしてしまう。だから未だに医療制度なんかでも、本当に国民の側にもっと舵を切れば都合がいいようなことがたくさんあるにもかかわらず、いつまでとってもそれをやろうとしない。私が日頃から思っているのは、高い金を出して検査しますよね。そうすると、その検査のデータというのは、お金を払った患者さんのものではなくて、病院側のものになってしまう。だから他の病院に行って同じ検査を待たさせられる。本当は診察券なり健康保険証なりを IC カードにしておいて、どこかの病院で検査したら、そのデータというのは全部そこに入っていて、どこの病院で検査したデータも他の病院で新しくかかったら、それを見ることができるように、医者が見るように見れるようにしときゃいいわけで、全然難しくない技術ですよ。それをなぜ未だにしないか。結局検査することで医療機関を設けやすくしてるわけですよね。ほんで医療費が、国民保険料が高い、高くしなきゃいけない、なんだろこうだろ、やれることをやらないで、医療側を不当に儲けさせている、そういう現実があると思います。私は少なくともね、どっかでレントゲン取ったら、そのレントゲンのデータというのは、どの病院に行っても、他の病院とか医院にかかってもすぐに転送してもらって見れるようにできる。血液検査した結果というのが、
1週間以内とかであっても全然同じ検査また させられちゃうわけですよ。全く体にも負担がかかるし、経済的にも非常に無駄である。そういうものをまず制度として変えればいいだけの話。この役人がけしからんのだというふうに思いますよね。そういう役人を許さないような国民の監視する姿勢というのが重要なんだと思います。おはよう。今日は第3金曜日で本当は本社前なんだけど、いまいち、体調が回復しないんで、延期にしたいと思います。おお、ライト君、はがきありがとうね。おはよう。東京さん、お年賀状の他に何か長いっぱい書いて字書いたのを送ってきたよ。はい、なんかラットシートなんか書いてあったでしょ。おお、たくさん YouTube 見てくれてるのね。はい、あ、1月の20日誕生日です。あ、誕生日だったの。誕生日、1月20日。あ、20日、今から誕生日、来週の月曜日が誕生日。何歳になるの。37歳です。お、37歳か。お、はい、誕生日です。誕生日おめでとう。はい、はい、いってらっしゃい。